青が散るは、宮本明の青春小説。文芸春秋の帰還誌、別冊文芸春秋の1978年夏号から1982年夏号に連載。1982年に文芸春秋から単行本を、刊行、1985年に文庫化された。追手文学院大学の一期生である宮本明が、同大学を舞台に、 大阪府茨城市の新設大学に寄生として入学した主人公が友人たちとテニス部を創設してテニスに打ち込みヒロインに恋をする姿を通じてまた彼らを取り巻く友人たちの抱える闇を通じて青春の光と影を描いた作品 TBS テレビで石黒剣二谷ゆりえの主演によりテレビドラマ化され 1983年10月21日から1984年1月27日まで全13回にわたって放送された。大阪郊外茨城市の新設大学に入学した主人公の椎名良平は入学手続きの日に出会った洋菓子店の一人娘である同級生の佐野夏子に一目惚れいする。その後、メガネの大男、金子慎一に誘われて、 テニス部を設立し、自分たちの手でテニスコートを作る。高校時代は名選手だったものの精神病でテニスをやめてしまった安西克美や女子部員の星野優子に小学校時代から片思いしている海谷町会といったメンバーを加えて、テニス部は活動を始める。夏子の父の病死、優子の見合い相手との結婚など状況の変化もありながら、両兵は、 大学生活をひたすらテニスに費やす。しかしある時、夏子は、田岡光一郎という婚約者のいる男と、駆け落ちしてしまう。だが、結局、田岡は、夏子とは結婚せずに、元の婚約者と結婚する。さらに安西も病気が悪化して自殺する。季節が流れ、卒業試験の追試を二人で受ける両平と夏子。帰り道、夏子は両平に、 私みたいな傷者はいや、と尋ねるが両平は言葉を返すことができない。そして自分の周りにいたものは全て大切な何者かを失ったと感じながら夏子と別れる。東京郊外に新設された大学のテニス部に集う若者を中心に様々な恋愛模様、人生観、精死を描いた青春ドラマ。 TBS 金曜8時枠にて1983年10月21日から1984年1月27日まで放送された全13回主演は石黒剣、二谷由里恵。2ビデオ DVD 化作品である物語の設定を原作の1960年代のオッテモン学院大学から1980年代の 東京郊外の武蔵野学院大学へと移し、ドラマ独自のキャストが登場するなど、原作とは異なった要素が多々盛り込まれている。企画、演出を担当した八木康夫にとって本作は初めて企画した連続ドラマであり、またプロデューサーへ転身する前に、ディレクターとして演出を手掛けた最後の作品となった。また、脚本を担当した山本清夫ふにとっては、 本作が初めて単独で連続ドラマの一クール前話を書き通した作品となった。本作品からは、石黒剣、二谷ゆ里恵などの若手俳優がデビュー、また、石黒や二谷以外にも、佐藤光一や李重武、清水善造といった二世俳優もキャスティングされていることで、放送開始前に話題として取り上げられた。若く経験の浅いスタッフキャストによって制作された。 本作は未熟で不器用な点も参見されるものの、それが本作らしい青春のキラキラとした浮い,いしさ、心の揺れを生じさせている。本作は本放送が始まると連続ドラマの視聴率が20%、平均だった時代において10%前後の視聴率で、推移、一時は5%台を記録するなど、視聴率が伸び悩んだため、当初にクール。 全19から20回の放送予定であったが1クール、全13回で終了する脚本に書き換えられた。しかし、放送終了後も再放送の要望が根強く、再放送時には本放送よりも高い視聴率を記録したという、主なキャスト、両兵の同級生両兵を取り巻く人々、ありがとうございます。